こんにちは、ブランドバイ社長です。3月31日、今月終わりですね。ということで僕のソロもこれで終わりのはずなんですが、どうなんでしょう。今響と笛が頑張って4月からの動画作ってくれております。ということで、まあ一応ラストっていうことで特にいいものをご用意しました。毎日毎日たくさんお買い上げいただきありがとうございます。ということで、どう考えたっていいやつばっかなので、本日夕方夜6時から店頭にてご試着およびご購入が可能、夜9時からオンラインストアにてお買い上げいただけます。早速じゃあ行ってみますので、よろしくお願いいたします。まず1着目ですね。ナインチネイルズの、僕らまあ厚プリとか厚盛りとか言ってますけど、そちらのフルーツオブザルーム L となってます。プリントね、拡大していただくと、まあこれ映りますかね、ちょっとラメっぽい、プリントになってるんですが、それもしっかりと残ってる、とてもコンディションのいい状態。袖シングルの裾シングルステッチです。ボディもまだまだ厚みがあるしっかりとしたボディなので、今後もガンガン着用していただけますね。この手のプリントはやはりコンディションがかなり悪くなっているものが多いので、それはそれでね、何度も言ってますが本当にかっこいいんですけど、コンディションがいいものが欲しいって方にはぜひともおすすめしたい。サイズ感もね、フルーツなのに長すぎず着丈が、わかるかな、本当いいサイズ感なんですよ。はい。ですので、これは、まあ、そんなに安くないんですけど、僕、が思うに、ここ最近出た個体では一番いいと思います。ということで、こちら、よろしくお願いいたします。次ですね。実は、久しぶりの入荷かなって感じです。ナインチネル続きますね。ボックスロゴ T シャツ。こちら、ボディーが、オールスポーツの、XL になってます。で、数日前に入荷したホワイトボディのナインチネイルズもそうなんですけど、これタグがめっちゃ硬いんですよね。硬い、なんで硬いのって話ですけど、要はコンディションがいいってことです。あんまり洗われてないってこと、あんまり着られてないってことなので、この T シャツは本当に使い回しが効くし、グレートランドでも響が着用してたり、僕も以前着用してました。ちょっともう響と被っちゃうんで、着用やめたんですけど、本当にあの使い勝手がいいので、すでにやれた、フェードの効いたボディのこちらのボックスロゴお持ちの方にも、真っ黒の状態のね、綺麗なやつもおすすめしたいし、ずっと欲しいなと思われてる方も多いと思います。店頭でこの価格帯でいうところのアルボロのスネークパスとナインチネイルズのボックスロゴに関しては特にお問い合わせが多いので、お急ぎください。いいですね、ちょっと割れててかっこいいです。はい、次です。めっちゃ僕の好みな感じのメタリカキルエムオールですね。タグ飛んでますが、ジャイアントの SL で間違いないでしょう。ボックスシルエットで、バックプリントもある程度残ってます。なので、まあ、ボディのフェード使用感に対してはプリント綺麗に残ってるかなって感じですね。ちょっとした小穴等はありますけど、それも着用に際してね、致命的なっていうか、いやここきついなって穴ではないので、首元のリブもねかなりいい感じに擦れてかっこいい感じです。僕の中で結構これおすすめなんですけど、コンディションがいいものが欲しいって方にはちょっと微妙かな。夏場は本当にフェードの効いた T シャツでこなれた感じっていうかね、ヴィンテージ T シャツ楽しむっていく部分でいくと、コンディションのいいものをここまで色落とすっていうのはなかなか難しいです。なんか最近インスタグラムとかでグッドフェードとか言って、喜んでる方もいらっしゃるんですけど、あれ薬品で色抜いてるんですよね。それはそれでかっこいいんですよ。ペセサンダーとか薬品で、日本国内の薬品ではなくて、アメリカだったり、まあ東南アジアにはめちゃめちゃきつい色を抜く溶剤があって、それを抜いて販売してる業者もいたりして、それをちょっとなんか勘違いされてるのか方もいるのかなと。それはそれでかっこいいんですが、ベクトルが全然違って自然な色落ちですね。このスリーバーもそう、自然な色落ちのものが僕はどっちかっていうと好きなんで、これ本当にいいです。赤のトーンもちょっと落ちてておすすめです。お願いします。これもいいんですよ、ソニックユース、バックプリント、こっちの方バックプリントがないものと単色のものと赤のものがありますけど、赤のやつです。一応一番相場としては高いと言われてる配色のやつですね。フルーツの XL 着丈もこちらも長すぎません。でブルーがもうかなりフェード退色してて、このウォッシングマシンって言われてますけどね、この洗濯機もかなりいい感じに雰囲気、バックもめちゃめちゃいいんですよ。見えますかね。はい、このブルーのグラデーションみたいな、裾の方が濃くて、やっぱり着用していくと、まあ、肩周りが一番直射日光紫外線浴びるので綺麗に落ちてますね。で首の部分のやれとかもいいんですが、首リブ伸びはほとんどありません。色物、カラー物の T シャツ苦手な方もこれだったら全然普通に着ていただけると思います。とにかく雰囲気一着です。お願いします。ピンクフロイド、モアイですね。トラビス・スコットが着用して、去年ぐらいはちょっと海外高すぎてほとんど仕入れ値段合わずで、グレートランド大阪にも入荷できてなかった T シャツですね。ユーロブロッカムの XL、タグしていきましょうか。こんなブロッカム多分あります。これ消えちゃってるんですけどね。ブロッカムって入ってます。一般的にはユーロって言われてるブロッカムですね。ちょっと、
本当に少しの間だけ生産されてたブロッカムボディです。質感自体は通常のブロッカムと一緒です。タグが違うだけ、コピーライトもしっかりと入っております。これに関しても本当に最近買えなくなってきてます。響きが去年を、グレートランド大阪でかなりお問い合わせ多いのに、なんとか仕入れてくれって僕ずっと言われてましたけど、本当難しくて値段が合わなかったんですよね。それはいくらでも売れるんだったらいくらでも買えるんですけど、決してそういうわけじゃないので、これも前回の大会でリッチな方にね、この辺まあ先ほどご紹介したやつもそうですけど、すっごいおしゃれな方に譲っていただきました。クロマハーツのリーバイスのジーンズに合わせられました。それも売ってくれよって売ってもらったイブです。お願いします。はい、レッチリコジックサイズ L です。 L だけど大きいです。これ身幅実寸だいたい54号あったんですけど、まあフロントにこれだけ四角く大きく入ってて、バックプリントもレッチリのロゴが大きく入ってるので、めちゃめちゃ身幅縮みます。なので L で54、55って、そんな大きくないよねって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、めちゃめちゃ大きいです。で全体的に綺麗にフェード効いてて、特にこのまあフロントはね、もう言わずもがな超人気プリントですけど、バックプリントのこのレッチリのロゴのかすれ具合も最高です。夏絶対に気に入っていただける、もう1枚で超主役のドヤれる T シャツになってますの で意外とこれレッチリ買い集められてる方でも持ってる方少ない、それぐらい玉数少ない T シャツとなってます。この機会お見逃しないようお願いします。あと3枚です。カートスタージエンドオブミュージックのめっちゃフェード効いたやつ、タルテックスの L ですけど結構大きいですね。 XL と言って問題ないです。この首の感じがかっこいい。わかるかな。でバックプリントのこのかすれ具合もかなりいい感じ。好きでは分かれると思いますが、この感じがお好きな方にはたまらない、色雰囲気だと思います。これぞもう 90s T シャツって感じですね。まあ少し前までは本当ゴミ同然の扱いだったんで、過酷に着用されてたけど、今となってはね、この赤もちょっと色が落ちてて、特にこのまあやっぱり僕この T シャツに関してはずっとね背面の良さ語ってますけど、このブラックにフェード効いて薄くなってて、ここも馴染んで薄くなっててっていう、何百回来たんだよみたいな、この感じがねかっこいいです。もうほんとカートコバーンって感じでお願いします。打って変わって比較的コンディションの良いニルバーナですね。はい、人気のシリーズです。バックポート、フロントポートレートでバックロゴになってます。サイズがワイルドオーツの XL、 ワイルドオーツの XL なので、結構ほんと大きめにっていうか、まあ理想的な XL って感じですね。ボディも程よく柔らかくなってますけど、プリントの、かすれ薄れもほとんどないので、ちょっとこう神経質な方でもまあ着ていただけるかなという弱です。お願いします。最後、エアロスミスジャイアント XL ですね。これコンディションめちゃめちゃいいです。ですがウォッシュかかってますので、ドライロットの心配もありません。バックプリントはエアロスミスとイーグルとツアーの3連、一番まあ豪華なやつですね。このあたりはもう持っててくださいっていう感じの一着です。エアロスミスと、ローリングストーンズに関してはじわじわずっと本当に上がってます。海外の買い値も高いし、このあたり昔、3年ぐらい前だったら 4,5 千円あったら買えたのが今1万円で買えなくなってるので、つまりニルバーナーとかもまあ多少の相場のアップダウンはあれど、まあ高い T シャツってまあ高いので、結局市場でめちゃめちゃ動くわけじゃないんですよね。だから相場っていうのはある程度今固まりつつあるんですが、このあたりはまだ、まあキスもそうですけど、プライスとして動きやすい分、需要が高くてマーケットでもたくさん動いてるので、少しずつのその相場の上がり方が実は結構早く上がってるんですよ。はい、これじゃあ1万2000円で売れたよね、1万3000円で売れたよね、1万4000円で売れたよねって、ヴィンテージって基本的に過去一番近くに売れた T シャツのそのまあ T シャツだけに限らないですけど、まあリーバイスもそうですけど、直近で売れたハイプライスが次の相場になっちゃうので、という意味でいくとどんどん500円ずつぐらいですけど、間違いなく上がってますので、デザインとしてはもう申し分ないです。本当にかっこいい、もうどちょいいバンティーって感じですね。色使いもぜひ自分色に染め上げてやってくださいということで、本日も9着大変足早でございましたけどご紹介させていただきました。夕方6時から店頭にてご試着及びご購入が可能、夜9時からオンラインストアでお買い上げいただけます。個人的にはめっちゃええやんっていう9選だったんで、ぜひとも前向きにご検討いただければと思います。詳しくは概要欄見てみてくださいということで、本日もソロでお送りしました。最後までご視聴ありがとうございます。ブランドバイヤーズ社長でした。バイバイ。